MBS ヤングタウンというわけでございまして、始まりました MBS ヤングタウンでございますが、はい、今日は大物のゲストが来てましたよ、ね、ですね。いやいや、もう楽しみでございます、はいはい、皆さんも楽しみにしておいていただきたいと思います、はい、私奥手鶴瓶と豊崎ゆりえと田口真理と MBS アナウンサー福島信弘がお送りいたします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってください。メールはやんたんアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは MBS1179.com です。いや、今日のゲストは銀シャリのお二人でございます。どうも銀シャリです。お願いします。お願いします。もうね、これ銀シャリ言ったよ、これラジオやけどもみんな想像つきますからね、はい、そうですね。そういうのがすごいよね、この水色のこのね、紺のまあネクタイと赤というのはね、はいはい、もう銀シャリ目つぶったそうですからね、はい、うん、ありがとうございます。それめっちゃ大事やで、ね、ほんまですか。俺も鶴瓶とあの頭ってやったやんか。あ、フロディオーバーオールのイメージありますね。あれ4年しかやってないのに、そんなに短い、強烈なインパクトしない。だから そうそう子供なんか見たこともないのに、昔こんなんでお前知らないよ。指導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 、あの写真はもうよく見てますよ、はい、写真見てるやろ、はい、現だと もっとお前らより下のやつが、はい、昔こんなんでしたでしょ、からそんなわけないやろと見てるわけね。泳げ大役組みたいな、シモンマサトさんみたいな。シモンさんはまあ俺より下やからね。そうですね。あ、そうなんですか。そう俺24からあのそうやね、そう8、9ぐらいまでやもん。インパクトすごかった。最初やっぱ出落ちやったんですね。出落ちやけど、なんかあったやろな、それすごいっすよね。だからお前らもその出落ちやんか、それやっぱ確かにそうです。最初これにして笑われましたもん、やっぱりもう、はい、みんな周りがそんなにしてない人たちやんか。その時にこれしたんで、もう劇場的にはもう先輩にちょっと怒られましたもん、ふざけ出すんやな、もうちゃんとした漫才師から降りたんやなって言われました。そうです、当時はですね、当時怒られました、半分ぐらいの先輩には。先輩ということはお前らどれぐらい上、いやもう4期5期上の先輩とかに言われた。お前何してんの。で、笑い飯の哲夫さんとかは全然別にええやんっていう、うんうん、だいい派と悪い派に分かれてました。その時代は本当にもう私服前世やったんですよね。ジーパンとかに T シャツでみたいな、おしゃれなスカジャンみたいな着てる、はいはい、俺らはまだ逆に言うと、はい、その時代やから俺のジーンズとか、はい、あんなんはもう破格だった。逆に破格ですよね、スーツ伝染の時も。何してんねんって。で、松竹は、まあ、あの時、まあ、言うたらちょっとまあ前世やったわけでしょ、ね、松竹で吉本が後からやったよ、その頃ね。まあ俺が入ってからどんどん松竹があかんようになっていったやけど。いやそんなことない。絶好調ですよ松竹さん。まあ、新喜劇といえば松竹新喜劇さん、松竹さんいるんですけど、松竹新喜劇、新喜劇といえば松竹さんの方でした。あれね、松竹新喜劇ってね、藤山寛美言ってるけど、大スター松竹芸能と別やねん。あ、そうなんすか。あれ知らんやろ、お前知らんやろ。だから吉本新喜劇で管轄一緒やろ。それと一緒のようにされてんねん、あの松竹新喜劇、松竹新喜劇、あの松竹株式会社の松竹新喜劇やね。あ、そうなんすか。映画の方や。優勝正しき方ですね。松竹芸能は、まあまあ全然関係ないことはないよ、勝忠夫という人がやったはって、そう、藤山神さんとは仲良かったし、あれけど松竹新喜劇という松竹新喜劇はまあ別物なんや。ほんでよう見てみ、松竹芸能のあの笹あるやんか、松竹芸能笹な、はい、あの松竹芸能一本多いねん。マジで今はもうそう一緒になったかもわからへんけど。そうなんですか。そうよ、フランク三浦みたいなこと。そうそう、フランク三浦もそうですね。で、松竹芸能はもう勝忠夫がやってたよ。それにはそれ、ね、町長先生とか宮古町長、はい、ね、それだからなんという字宮古町、はい、あの時代やわね、はい、それだ、まあうちの師匠とか春谷師匠とか米朝師匠とか市役所もいてたんや、はい、ね、それが米朝事務所は米朝事務所になって、はい、でうちはもうずっと松竹芸能、俺も松竹芸能ずっと。え、じゃあ神秘先生は所属は松竹新喜劇株式会社。あ、そ、株式会社であるんすか。そう、知らんかったっす。だけど、まあ、松竹側やから仲良かったわね。で、よう可愛がってくれはったし、
うん、だからまあ違うわけじゃないねんけど一緒じゃない、ね、それ初めて知りました。そうそう、フランク三浦やんか。フランク三浦ですね。同じ現象なんかも。そう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 、だから嬉しいよ。だから同じ松竹芸能やし、あれやけどもね、こっちは門座の方で向こうは中座の方やったよね。やっと分かったんですよ。やっと分かりました。全然知らなかったです。全部一緒思ったんですよ。松竹芸能やと思ってました。いやいや全然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 ちゃうんだ。で松竹という松竹株式会社は映画と歌舞伎やんか。はあ、そういうことなんですね。ほんで松竹芸能は潰れたんや。あ、そうなんですか。あの勝忠夫が死んでからは潰れたんや。へえ、ほんと今は今またなってんの、復活したんやけど、へそうな違うなあれ、まあでも松竹全体の松竹配下にあんの。あ、その時に俺もやめようって言うたんや。もうそれはもう勝さんな、うちの親さんと勝さん仲良かったから、勝さんが死んだんやったらもう俺も別に言ってることあれへんし、別に映画もどう関係あれへんからね、やめますわって言うて。ね、やめもうないねんから事務所が、はあ、はあ、うん、なくなったら所属しようがないです、ほんなら松竹に来てくれと、はあ、言わはったんや、やめんといてくれと、はあ、でまた新しく松竹芸能が作るから言うんで、はあ、そう、そこでそれでなんすね、やめはる前にちゃんともう一回作っとけみたいな、でまあまあ作っとけになったんやな。で井上が来て、とか安倍さんが来て、なんでそういう、でうちの松竹芸能の社長は毎日放送出身やで、あ、井上のはね。そうなんですか。うん、そうしなかった。新しくできたよ。はあ、リ再びリニューアルみたいなもん。リニューアル。リニューアル。すごいですね。二代目みたいな。そうやな。もうやめよう思ってたよ。鶴瓶師匠入ってなかったらまだ変わってたんじゃないですか。そうですね。鶴瓶師匠フリーになってたらもう今すごいことになってますよ。それはものすごい、そんなすごい。それはもうフリーは今でもものすごいでしょ。稼ぐ額がもう。いやいや、だから俺ほんまに別にそんな向こうのね、今言うたらね、まあ向こう松竹の社長がいてはるやんか、はあ、その坂本さんやんだけど、はあ、坂本さんと話して、はあ、それで残りますわって言って、はあ、あのアフロのオーバーオール当時ってあれって落語されてたんですか。あの時はしてない、してたしてたんすか。してたけど、まあ、ちょこっとやんか、はあ、1年に何回かやん。その時はあのアフロのままなんすか。まあまあまあ、落語ってでも誰かに模写いろんな人物体に落とし入れるじゃないですか。ずっとビジュアルアフロなわけですよね。女の人もね、そう、落語さん的にタブーですよね。髪型的にその取り引き女の人もやったりするわけですから、ね、女のアフロの女性になっちゃう。その時どういう判断ですか、お客さん。いやいや、そんなん別にもうなんか一挙やってたからね。そんな別に前はみたいな。あれ師匠って正統派じゃないんすね。全然ちゃうんすね。アウトローからの、あの当時のアウトローもアウトローから文人師匠も髪の毛染めてありましたもんね。あ、そうですね。そうかそうか、トサカみたいな。だからアウトロー3人が今3人がやってんねん。文人兄さんと南光兄さんと俺やろ。南光兄さんもアウトローやった。南光さんアウトローなんだ。アウトローや、あの人も同時代芸人で俺一緒やったんやけど、お兄さんね、アウトもうあの人あムカつきやから、一番ムカつきじゃん、あの人、あの人一番、あの人一番線綺麗あ、線綺麗で、あ、僕らの中では一番線綺麗やって。そうなんだ。なんこ兄さん、ザコバ兄さんより線綺麗や思うよ。そんなに今なんこ怒らせよりですか。そうそう、ザコバ兄さんよりも今もなんこ兄さんのが線綺麗や。いやいや、変なことで切れはれへんよ、うん、でもその理不尽なことあれば、理不尽があれはもう倍返しでいかはるよね。みんなまあまあところもパチン行くんですよ。バチいかんねん、あんな怖いなんて、そんな俺らには怒られ、俺ものすごく可愛がってもらえるからね。額と心が狭いってことですね。額も狭いですね。おったことあるの。いや、あります。あの通過エブリデンの時見てましたけど、直接はないですよ。いやいや、怒られます。怒られます。額が目なのめっちゃ怒られ怒られ、そんな好きやもん。そんな好きやもん。よかった、そんな好きやねん。心が狭い。すごいですよね、そのメモしてる。冷えピタ貼られへんとか言うじゃん、冷えピタは。いや、いや、ね、それおようおてるやろ。いや、言わなくて、私はあまり知らん、知らん、知らんの。そんなに、そんなに、めっちゃ一緒やで、俺だろ。いい人だという印象はあります、すごく。あ、一緒やで、めっちゃやろ。ですね、優しいですね。優しいね、めっちゃスケベやんな。そうですけど、ユーモアがね、ありますね。ウイッと飛んでるって言ってますね。あの兄さんは、俺見たら、お前は絶対の、あのね、女の人が喋ったら、これ、兄さんが言うねんで、お前な。が女の人と喋ったら向こうがね、絶対になんか抜くなるタイプやと。抜く体の芯の体がどんなことってなるの。表現が独特な感じ、芯からじわっとホテルとかじゃないですね。抜くなるタイプやと、お前抜くなるタイプやでと、
やらしいと。確かにまあ鶴瓶師匠のそのフェロモンとそのなんかこう色気はありますけどね。色気あんの。鶴瓶師匠ありますよ。あんのかい。師匠もだから女性好きでしょうね。僕想像ですけどね。お前とよう似てるな顔。いや似てます本当に。しかもそのうなぎとこれ、ね、皆さんね本当ねあのうなぎさん本当結構この。なんですかその芸能界の大御所には緊張するタイプなんですけど、はい、鶴瓶師匠だけ緊張しないな。ああそうなんですか。これ大問題でしょうな。なんでやねんお前ちょっとあの親戚のおっさんにそっくりですよだから大丈夫らしい。一族の顔に似てるんですよ。この顔なんですよね僕のこの我が国の顔が。あそうなんですか。親戚のおっさんに似てるのがめっちゃ似てるんですよ。うなぎの赤ちゃんの時のちっちゃい頃の写真を鶴瓶師匠そっくりなんですよ。鶴瓶師匠って言われてましたもん。確かに確かに言われてみれば近所で評判でしたもん。鶴瓶師匠さんにしてるって鶴瓶師匠とは言ってない、まあ、師匠とは言ってないですけどね。その鶴瓶やろ鶴瓶師匠の時はね、はい、だからそれはこの顔はやっぱり絵でいや師匠の顔いいっすよ。いや確かになんかその師匠の顔これでこのなんか柔らかい感じでであの怖い役とかの時バリ怖く感じるんですよ。そうですね急にね。確かに昔なんか藤井フミヤさんの出てるドラマバリ怖かったっすもん。すごいフィクサーみたいな役で あれはよ言われるあれバリ怖かったさ。松井幸子とボコボコに殴るやつね。ボコボコに殴ってた俺バリバリ怖かったさ。それあんなんやるからや優しい人が逆行ったらより怖いじゃないですか。ニコニコしてな。あとディアドクターの DVD の表紙とかバリかっこいいじゃないですか。そうですね。で一番いいんですよ本当に顔的に。でうなぎも多分来るんですよ。お前来るのそういう芝居行きますかね。芝居はどうやねやれんの芝居は、やったことあんの。いや最近まあ、ちょっと言えないですね、うん、MBC さん、まあ、いや別にあの ABC の曲の映画には出させてもらいました。まだなんですけど公開前どんな感じなお医者さん、お医者さんの役。お医者さんの役。俺のせんやんかお前。いやどあれ師匠あれはなんかその芸人さんが初めてドラマの現場行った時のその演技するってそのなんですかはずなんかこうなんかこうなんか自意識の感じとなんか難しいんですか。恥ずかしいみたいななんかないですか。できない。俺そうやけど全然いけるんですか。なかったな。あそれすごいじゃ向いてるんすわ。いやいやなんかショーとかそういう意識ないからみんな監督に来るどんな人やるしのどんな構成言われていやすごいですね。ちょっと恥ずいんですよ僕普通やっぱそのあかんあかんそんな恥ずかしい。三枚賞とか鶴瓶賞演技すごいんで、うん、恥ずかしないねんわ全然。恥ずいっすなんかこう恥ずかしい急になんか真面目なこと言わないとダメです。当たり前そう言うのやめっちゃ好きやとか言ったりとか病名告げたりとか、はい、いや本当にみたいなもうなんかそのシリアスな空気を俺ってお二人ともお医者さんだからんいや僕は出てないです。僕だからお医者さんの感じじゃないじゃないですかその。まあ確かにどうでしょうね、まあ、いるかもしれない。まず医大に受かってないじゃないですか。そうなんですか。それはまずね、まあ、タイプじゃないので。いやタイプじゃないけれどそこがいいのか。柔らかそうな感じ。上田さとしかなんかの漫画に似てるよねお前の顔。あの上田正志。正志さん。コボちゃん。コボちゃん。はい。コボちゃん。刈谷君。コボちゃん。コボちゃん。言われてるの。言われました。めっちゃ似た。似てる似てる。俺はコボちゃんには似てないね。お前コボちゃんには確かに言われますね。しかも映画のラストです。ラストシーン、ラストシーン出んの。ラストシーンがその言うたら ABC の映画のもう撮ってきたの。もう撮ってきました。ちゃんとせよそっからの来んねん。来るんすかね。来る来る。そこをちゃんとしていくと俺だから俺も必殺とかずっと、まあ、師匠の初めてのデビュー映画って何なんですか。映画は必殺かな。必殺か必殺やん。ちゃんと新モーターやつね。いやほぼ必殺やん。そっぱなんかすごい映画出てますね。そのだから必殺のドラマやってたからやんずっと。あそれはあの言ったら藤山先生じゃあの藤田先生藤田誠先生に言われてまあ推薦してもらったな。地の延長線上の感じは鶴瓶しますもんね。なんかそのそうやな。そうやんちゃして無理に演技してないというか本当ナチュラルに入っていける、うん、俺すいません松井客すかボカボカに殴れる字がやめてください。字ですもん。私それが分かってました。多少の字ですよね。いやだから絶対にドラマはいいよ。ドラマから映画行きたいやんか。ドラマ映画でちゃんとしてると CM くんねん。そういうことっすか。ラジオで分かんないですけどお金のポーズやめてくださいよ。きっちり説明してる。あれやっぱそうよ。いや他の人が言うと俺じゃなくね、そのなんか電通とかあの人らが、はい、映画を見てくるよね。CM バラエティでどう何をやろうか映画や言うの、ね、で映画で
映画でまあ言ったらなんか全然あれやけど映画見てんねん、俺の映画弟とか、はいはいはい、だから山田洋次さんとか、はあ、うん、そうか、次の映画とかなんて、ね、映画だからあれやで、よ今でも映画よー来るわ、はあ、なあ映画なあ、いつ今日さん台本持っとんでんマネージャーさん来るんですよ、そのイライラ CM に繋がるんすね、でまた人柄がいい役やと余計いいですもんね、そうですね、そっちの方がね、変な役かかんで、変なやつはもうこれ消えへんがな、それ猟奇的なやつは無理やんか CM をこれっていうのやめてもらってお金のマークしてね僕も一回だけ入ったんですよドラマの仕事どんなの、それあのそのね、ボーダーって NHK のドラマで藤原紀香さんとか小池徹平君とか、何の役やん、僕はあの救急車をタクシー代わりに呼ぶおっさんって役なんですよ全然よあんま良くないでしょ役的に救急隊員の話なんですけど皆さんがバーって、はいはい、で僕がバーってパジャマで出てきて、はい、でその患者さんはどちらですかって救急僕やと、うん、いや立ってるじゃないですかって、いや面倒くさいからタクシー病院行くの受付とかで並ばなあかんし、うん、みたいな、だから救急車呼んだんやっていう役なんです、ちょっと嫌な役やもんね、嫌な役の言うたらその嫌なおっさんの役ですね、あでもなんかまあそれでもロケ車でそのまま一緒に行くんですよ、藤原紀香さんと小池徹平さんと、ああいう時なんか恥ずかしいですね、なんかみんな救急隊の格好で僕だけパジャマでまずロケ車に行くわけですよ当たり前似てんねん、そうですけどなんか恥ずかしいじゃないですか、なんかこう僕だけパジャマで、ま、だ緊張してますかとか皆さん優しいんでほぐしてくれはる感じがまだまだやな、いやそれ無理です、俺でも一回緊張した、俺ほんまに緊張したんやろなあれね、あ俺とキョンキョンとね、だから俺車、ね、車にね、なんていうか繋がれんねんけどね、あ音出したらあかんから、はいはいはい、初めは普通に走っとかなかったんだけどね、だからミッションやねん、ミッションで俺運転するの、うん、ね、うん、でもあの冷房消さないと、消さないと音が来るから、はいはいはい、冷房消さなあかんのにエンジン消してまうねもうとそおもろいですけど、ね、止まってまうまだ止まって、ちょっとやめてください違うエンジンを切るのやめてください切るのは冷房ですエンジン切ったらあかんって、俺キョンキョンが隣におるからやろ、ね、緊張してる緊張してたんですエンジン切ってます、エンジン切ってまうエンジン切ってんのに引っ張られてるから、いや冷房止めなあかんから冷房止めようとすねんけど、はいはい、エンジン切ったら冷房止まるやんか、そうです、ね、エンジン切ったら止まんねんけどそもそも止まりますからね、全部止まる、全部止まる、まあ、冷房全部止まってます、ね、だからおかしいね、もうねキョンキョンが横におるから舞い上がっちゃった、緊張されるんですね、それでやっぱりね女の人と二人やったら緊張するやんか、そうですね、ずっと仲やもん、その車の近いですもんね、ま、芸歴が違いますね、年下ですし、あのね芸歴この頃ようやく慣れたよ、芸歴じゃなくやっぱりね相手のネームバリューでその人の持ってはるもんとかねその当時、ね、それはあるわやっぱり、今ようやくみんなと仲良くなったな、もう長いことかかった、そやから長いことかかんねんて、だから佐藤浩一を浩一って呼べるやんか、そうですよね、なそんなんな呼ばれへんやんか、浩一よかったな言うて打てるしね、妻夫木よかったなって言えるしやな、だからもう大概が友達になってきたわ、いやでも僕鈴木福君のこと鈴木って呼べないですもん、いや年下ですよ、だいぶ年下です、福君とも呼べないでしょ、福君でええわもうずっと福君付けでええわ、それは福君でええわ、それはいいですかもしれない、そんなん緊張した、いや鈴木って言っても福って言ってもいい、鈴木で行さん行れ誰を知ってんねんお前、そこは大事やで、誰をちょっと知ってんの、知り合いでやってもいますか、今現在それ大事やで、そこからだんだん崩していく、僕の携帯に入ってるのは誰や、宮根さんです、まあ大事やで宮根は、宮根大事やん、でもなかなかでも僕ほんまに番号交換しないですよ、お前俺知ってるやん、あそうですね師匠、その鶴瓶師匠と俺ね、ほんと師匠の見積もりがうなぎの中で低すぎるんですよ、ほんとにびっくりしました、ほんとに、あこの前ね、あの別の番組でちょっとドッキリ的なやつあったんですよ、まだオンエアなってないんですけど、ショックやったんですよあれ、でそのドッキリの内容が浩二富田さんがあの鶴瓶師匠のモノマネで電話してる、そうなるほど、でまずマネージャーに一旦連絡があって、ちょっと鶴瓶師匠があの M1 のお祝いを言いたいと言ってくれてありますと、で変わりますみたいな、でほんまに鶴瓶師匠ってそんな感じで電話かかってくるわけですよ、突然急に、ね、自分の携帯に急に何しろに行こうとかあるんで、はい、ほんで
コージーさんが鶴瓶師匠のモノマネで、おお今おめでとうなみたいな、でまたコージーさんのモノマネが鶴瓶師匠のオフの時の鶴瓶師匠みたいな、あいつめっちゃうまいよ、テレビの方の鶴瓶師匠じゃなくちょっといつもの電話に聞こえてくる感じの、いやろうと、あーお話しねみたいな、もう俺も間違ったもん、自分おるじゃないですか本人みんなええって素直に、いやいやそばで見んねんけど、はい、楽屋で弟子を弟子に言ってる言葉、はあを真似してるわけよ、こいつどこで見てんねんと、そうなんすよ、よう似てるやろ、めっちゃ似てました、だからもう分からなかった、でまあそこは、まあ、騙されたんですよね簡単に、はい、で、はい、設定があと7人あの浩二さんがモノマネすると、ほでどの時点で分かるかみたいな、鶴瓶師匠がゴルフに行かれてるって設定で、はいはい、ちょっとあのタモリさんタモリと一緒におるから、はい、タモリさんと変わるっていう、はあはあ、でタモリさんのそっからまた浩二さんがタモリさんのモノマネして変わってる、それは分からなかった、分からなかったです、まあ俺が言ってるからな、そうなんですよ、はい、ありえると思ったんで、うん、ほんで、もう一回鶴瓶師匠に戻ったんですね、はいはいはい、あのタモリさんからもう一回ちょっと、はい、鶴瓶さんに変わるっつって、はい、鶴瓶師匠に変わった時に、うん、鶴瓶師匠と喋そのモノマネしてる鶴瓶師匠喋ってる時、はい、タモリさんとゴルフ行ってんすか、すごい人と言ってるじゃないですかって、でみんなでスタジオでなんで鶴瓶師匠すごいとなってないのいやすごい人と言ってるじゃないですかって、いやそこ二人はありえるから行くのちゃうんすよ、鶴瓶師匠すごいですね、タモリさんとゴルフ行けてんすね、いやそのいやいやなんで鶴瓶師匠の見積もりがおかしいでしょ、そもそも親近感の差やんか、それ親近感の親近感の差、いや鶴瓶師匠は近いっすもん、近いっすもんって、鶴瓶師匠でタモリさんとゴルフ行けるんですねって言ってたんですよ、行けるわ見積もり低いやんくちゃくちゃでしょ低いやんか、でそっからどんどんもタカさんとモノマネし、どこで分かってもうそれはまだちょっとオンエアしないですけど、まあ、結局そうなんですよ、どこで気づくかっていう、割と早く気づけた、いやそんな分からん、青やからなお前、そうなんですよ、はい、この結果をまたちょっとそうですね、またオンエアで見てほしいですけど、それなんていう番組やん、それはシャリベガスという、またこの他局になっちゃうんですけど、そうなんですよ、お前らの番組か、そうです、 M1 のあのご褒美みたいな感じです、はい、お前らの番組ができたん、まあその1回だけです、特番ですけども、はい、あら、はい、はい、そういうのでよかったな、そういう、はい、ありがとうございま す、 本当に、いやいやそういうのはなんか取らないと、うん、その向こうへ出ていけないっていうかね、いやいや本当に、時代になってきて、俺らニョロニョロっと入ったからあれやけど、一つ取ったらな、そそうです、取った大きいやんか、1位し2位も割とね、2位になりよったやつでもすごいやんな、はい、そうですね、はい、街中やっぱ次の日が大阪でロケやったんですけど、やっぱすごかったですね、ありがた、商店街ロケやったんですけど、もういつも の、 あのロケの感じじゃなく、もう皆さんがもううわっと集まってきてくださって、おめでとうおめでとうみたいな、あこんなに言っていただけるんだと思って、うん、やっぱすごいなと思って、 M1 がやっぱもう90歳ぐらいの人が知ってくれてるってもうすごいですよ、それってなかなか今までハードル高かったんですけど、やっともうこう関西で知れるようになったわけ、はい、そうですね、いろんな方に言っていただけて、俺はもうそのもうすごい人に知られてるで、もう90ぐらいの人にも知られてるでしょ、何をすか、そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、知ってますよ国民的ですから、そうでしょ、全国じゃないですか、そりゃそうですよ、全国でも誰しもが知ってる、なんで負けたくないんですか、もう誰にでもライバル心がで、どの芸人さんもみんな鶴瓶師匠になりたいわけでしょ、なりたいわけ、あれ皆さん言ってますよ、あんなもん、あんなもん、鶴瓶師匠嘘つけ、あんなもん箸休めで言うと、いやいやいや、いやね、みんなニュースになりますもんね、まあ、俳優さんとかタレントさんとか、ね、そんなわけやろ、俳優の方でも誰かが言おったやろ、そんなもん、皆さんおっしゃってます、ほんなこの前な、はい、あれなんか松本がな、そうそうそう、松本がそんなか、なんか、いやそのえいやな言ってたやろ、そのみんなピラミッドを目指してんねんけど、はい、松本がね、はい、ちゃうと、この人はスフィンクスやと、鶴瓶さんはスフィンクスなんだと、いや、うん、みんながピラミッドの頂点を、ね、目指してる、頂点目指してる、横でみんな鶴瓶さんになりたい、スフィンクスみたいに座ってるよって、おもろいこと言うよな、すごいです、その、うん、それを素人から聞いたよ俺ね、はい、松本面白いから、まっちゃん天才やで言ってね、素人が言うてんのよ、何遍も、うん、まっちゃんはやっぱり天才やと、ほんまか松本、松本って呼び捨てにしたらあきませんやんって素人素人の方がちょっと待ってえなんだなんでいやいや俺の後輩やで松本はなんで俺松本はってせめてまっちゃんでしょ俺からいやいやいや
ちょっと待って、そんなことで怒られるの、うん、後輩ですからね、後輩師匠からしたらね、そうなんですけど、俺になりたいと言うとある人やろ、うん、そうです、ほんだら松本でいいんだよなりたいと言うてる人に松本って呼び捨てして素人に怒られてるのもおかしいよ、まっちゃんはすごい、まっちゃんはすごいばっかり言いやがって、ほな、ね、ちょっと待ってと、そのスインクスの俺がすごいんちゃうの言ったら、いやそれを言うまっちゃんがすごいやっぱ松本がすごいの、結果そうだったんですよ松本がすごい、松本さんがすごいっていう、松本で呼び捨て怒られてね、なんのこっちゃねんわけわからんわ、いやこれからでも上やるでどんどん、いやいやいや、もう僕らは多分時間かかると思うんで、はい、ゆっくりですね、やっぱり変わりましたか M1 ってか仕事とかもすごい、今言うたったやんか、今視聴展開で仕事が忙しくな、仕事はいっぱい忙しくなったやろ、そうですね、まあでも、はい、まあまあまあ前から忙しかったもんね、関西で、おかげさまです、そうです、もう今回は自分のペースですね、ほんだら東京行ってこの人って、はい、この人と会うたとかあるやんか、こういう人と会えたな、そう、僕は嵐さんとかですね、あ、嵐、嵐じゃんみたいな、嵐、嵐、おたん、嵐、何年、番組であの VS 嵐って、はい、へー、俺まだ出てないわそれ、あ、それすごいことしたらダメですよ、何ですか、壁とか登らなダメですだいぶ大変ですよ、だいぶ大変ですよ、あれ、そう、ラクロバットな番組、もう師匠出なくていいでしょ、もうそこはね、もうそんな体張らなくても、もう全部勝とうとするから、全部番組出ようとしますよ、絶対やんか、もう何が満たされていくんですか、もう全部やったでしょ、もう、いやいや、あとはもう好奇心も満たされた、ステータスも満たされた、みんなよく聞けよ、お金ももらった、はい、そんな満たされたもらえるわな、はい、今を行きたいね、今を、だから今やってる人らとやりたいわ、それは最先端、だから分かっててもせんか、すごいっすね、確かにももクロとやってるぐらい、ね、そうなんですね、今の人とやりたいってこと、今の人とやりたい、今やらしい言い方すね、捉え方ですよ、捉え方ですよ、今の人、そうか、見つめすぎです、なんでしょうか、なんで急に豊崎さん見つめた、豊崎さんずっと見てました、今何なんすか、見つめちゃうからすぐに、まあまあね、なるほど、あ、結局その瞬間瞬間の人とコラボしていって、まあコラボしているよりもそこの、はい、そこにいたいやんか、やっぱり、あ、こいつおもろいなとか、いや何がおもろいか分からんのあるやんか、それがだんだんおもろいやんか、ね、いやそら今ザコ師匠もおもろいしやね、長野もおもろいけど、はい、初めこれ何がおもろいやろと思ってたけど、やっぱおもろいわけ、そうなんです、はい、だからやっぱ取り入れてインストールしてアップデートしていってるからってことですね、うん、そうやね、それがおもろい、それ先頭ってことですね、それが初めパッと見たらこれどういうことやね、まあ、おもろい分かるよ、ザコ師匠なんか、はい、ね、おもろい分かるんだよ、ザコ師匠とか、ね、言うと長野も分かるけど、可愛いやん、はあ、あいつら可愛いやろ、あのね、チャーミングですね、チャーミング 池、はい、池崎いうのも、はい、サンシャイン、サンシャイン、あれも可愛いやんか、うん、でもっと言うと、はあ、デヴィ夫人も可愛いやんか、もっと言いましたけどね、確かに、まあ、そうか、可愛い、可愛い、いや、デヴィ夫人ちょっとかなんな思ったけど、おもろいやん、あの人、どうもなってるやろ、何やな、あの人、じゃあもう結果全員そのもう嫌いな人いなくなりません、もう全員どっか、いやほんま いいとこ探すでしょ、多分全員嫌いな人はほんまにこれ何もあれ、うん、嫌いな人、そうでしょうね、多分、うん、いないわ、でもつるんですよ、今までのその芸能生活でちょっと喧嘩なったみたいな人は言ってるでしょ、ちょっと笑ってありますやん、もう揉めたな、あの人はっていう、揉めたことはないです、何笑ってんの、いや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 、そういう話好きなんですよ嬉しいなと思って、そういう話言わなかとか言わなかったもんね、そうそうそう、ちょっとあの、ね、あまりにもお笑いとかが ね、あので、大阪のお笑いがまだ嫌がられてる時代やったら、辛い時代ですね、そうそう、大阪弁で関西弁がもうね嫌われてたんやもん、多分それでしょ、すごいですね、今だって東京に行ってももう長いですよね、だから東京に行ってもだから33の時に東京行ってからやもん、だから何年今65か、だから32年やで、鶴瓶師匠ぐらいちゃいます、その標準語が一切入んないですよ、そのもう濃い関西弁じゃないですか、ずっと入ってないか、1ミリも入ってないですよね、1ミリも、うん、入ってないか、ね、まああまりお芝居の時はね演技も大阪弁やね、演技はちょっと、だからその松井家とやった時のはちょっと演技を、まあ大阪弁やけどきつい時は大阪弁になるのかな、
その師匠的にその僕らお前らな俺に何を聞きたいで本当に人生を見出したんです僕はこれからの今一番大事な僕ら M1 優勝してよっしゃみたいなねよっしゃみたいな夜ってあるじゃないですか僕らはまあひな壇行ったりとかして、はい、完食まあ今日は絶対良かったとか、その鶴瓶師匠そのよっしゃ今日みたいなともうもう散々もう収録と爆笑とって今日はよっしゃとか爆笑に今日はちょっとだからこの間ねそうですいやこの間いやそんなへこむとかそんなないでしょもう、もうないとかそんなもうあれやけどこの前、はあ、あのまあここでも言うたけど鍵をねな、はい、くしたんですよ私ね、はあはあ、全部の家の鍵をねくっついてるやつついてるやつやここで前言うたけど、はあ、もうこれどこ行ったやろと、はあ、その夜ね、はああの分子のお兄さんのところに、ええ、さんまと俺が出んねんはいはいはい、はいね、ニュースになってましたね、はい、そうやねん、はい、でもねこの鍵ないのにさんまと戦うって嫌やんか鍵ないプライベート的な不安を持ったまま持ったままねあんなねバケモンと戦うの嫌やんか戦うっていう考え方したもんねまた戦うやんか対峙するわけですよね対峙せやんか、はい、でももうこんなんが関係なかってもボカボカにされるのにあれちょっとぐらいはちゃんとしようと言ってそれでこれが最後に出てきたんやそうなったらもうスッとするやんかほらもうさんまとはそのままストレートにこう話しましょうっていうことになるわけ全く若手と一緒ですねその感覚、あそうなんですかだってそのやっぱちょっとダメージね彼女に振られた夜とか多分ダメージ強いですもんねそれでも戦うからあかん時に、うん、それプライベートもやっぱちゃんと円滑にしてる方がいいっていうの、うん、いやだからプライベートやでだから俺うち嫁はんと仲いいのそうやって嫁はんと寒い方いやいやもう喧嘩し仕事行くとか嫌っすもん嫌 やろだからもう全然俺喧嘩したことないしだから基本僕らも喋ってたんですけど、うん、ご機嫌っていうのが一番大事になっちゃうこと、ね、笑いにおいて当たり前やってだからもう言うたらコンビなんかなんで仲悪いって昔あったけど、はい、仲悪いって分かれへんそうお互いやっぱ仲良くならないとええもんでけへんやん嫌いのやつとできないですよできへんやろだからその頑張って思んなかってもおもんないのしょうがないじゃないですかただご機嫌なやつに思んないとあんま言わないでしょみんな基本ご機嫌なんか大事になっちゃうことご機嫌やで俺ご機嫌でさえあれば滑るとかないんかな俺ご機嫌やんかご機嫌そうっすもんねご機嫌っすねご機嫌そうっすねなご機嫌鍵なくした話でしたもんねそうそうそうテンション下がって、ね、それは誰しも下がりますからね鍵それしかも全部入ってるから家のもみんな入ってるあのだから車のキーとかみんな入ってる話してますよ、うん、鍵なくしたからさんまさんとテンションが低いまま嫌やっていうそうですね鶴瓶さんがいやそれすごい話やろこれは全く一緒です我々その若手の感覚ですよそれいやそうねそんなほんま特にさんまとはそうやねあれももう思いっきりここ噛んできよるからだからここを一回外してからなんか目つかないとねなんとか食らわそうなんとか食らいつかないとボコボコにされるやんかその話なんだよなどういうことやいやちょっともうでもつぶしょあれはないでしょもう最近もうここ何年か今日滑ったなとか絶対ないでしょもう滑ったっていうか今日全然あかんかったなみたいな感触言い悪い夜と か, なんかもうないっしょ軽いわないっていうかそうやなでまあ、うん、ないないでしょないっていう、うん、でその僕らやったらそのお金もっとね稼ぎたいとかモテたいみたいなのありますけど、はい、そのもうそ の, もうその野心はどこもう俺何やねんいやいやだから受けたいよ今でも受けたいなんて純粋な心でそうっすよいや受けたいからいろいろするわけやんか、はあもう全部でも言い切ったと思うんですよその全部全部やったじゃないですか、うん、もういろんなこともやって、うん、もう死で言うてろ引退してくれよ本当にいや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 だってもうやることやったんですか、はあ、もう全部わざわざツイッターでもう鶴瓶おもろいって言わないですもんもうおもろい分かってるからそうなんですよ分かっては分かってはツイッターでねおもろかったおもんなかった言われるんですけどそうかそのみんなわざわざその鶴瓶最高っていうのもう言わないですもう分かってるから確かにう、ね、れそうだねもう鶴瓶来そうって言わないですこっからこっからまだ来そうだから今年は来てるとか俺はもうあれやねもう売れてますもん俺ねある人がねある人がなんかまあもうこう言うと分かってまうけどほんで名前を検索したんや、はい、エゴサーチってやつを、うんはい、じゃあ鶴瓶さんの名前いや俺のんじゃなくご自身のその人の、はい、その人のうなぎとうなぎで調べて自分で、うん、っていうかね話かやけど、うん、ポンポンってしたら、うん、その下手って書いてあったそれね本当ねあれあかん見たらダメっすよいやそうっすよそりゃじゃあ下手やねんその人下手やねん下手なんすかそれはあっても違うねん頑張らなあかんねん下手やねん、
そやのに自分下手や思ってないからね。いや俺は先輩やで、うんうん、もう俺も言えんねんその人には。だからそれが怖すぎてもうその例えばご自身の名前入れた後にうまいとか面白いしか入れない人いますよ。だから下手が引っかからないように自分で自分の名前だけ入れたら、そんなん見る人おんの？自分の名前だけ入れたら下手とか思んないっていう可能性あるじゃないですか。だから自分の名前入れてその横に面白いとかめっちゃうまいとか好きって入れて調べたら、好きって書いてる人しか出ないんですよ。そうか、あすごい。だからいや俺も書かれてるやろ、いやあかんとかなんとか。あかんはわざわざ、でしょは。なんだろう。ええ、だってかする人わざわざそのおにぎり美味しいって言わないじゃないですか。日本人もう分かってるからおにぎり美味しいの。まあ言います。そういうことです。あれじゃないの。もう仕上がってるから。ウィキペディアみたいなやつちゃうの。ウィキペディアですか。ウィキペディアみたいな。ウィキペディアを持ってこられたらほとんどチンチンやったんや。歴史がね。歴史のことやねチンチン。すごいですよチン。そう。なんでもチンチン任せてるの。ほとんど。俺はそんな。チンチンじゃないと下半身の歴史でしたよね。ほんまチンチンばっか出てこない、それは出るかもしれないですね。出るのチンチン、画像検索でも多いですね、うん、そういう多いやろ写真が出てくること。写真まだ残ってるんじゃない。残ってる、いっぱい出てきます。見たことある？ないです。の店を意味が変わってきて大丈夫ですよいやまだでもこうねテレビを遊んでくれてはるのは嬉しいですけどね。こう一石投じとかやんちゃな感じはね、こうそれそう、それ皆さん言ってますよ。ほんまかいねんそれ、はい、あだってでも師匠は何歳までしはるんですかその芸人は。いやいやお前ら殴るで。いやいやそのでもあと何歳までちっちん出すんかっていうのも、そういうのもその更新していくって感じがする。何もでもやるやるな。もう声が出なくなるまでやるやつ。お前ら ね首この間なこの間な面白かったもうパサッとな、はい、千原におったやんジュニアに。ああジュニアさん、はい、ジュニアにバッてやって、おお、飯食いに行かなあかんなあ言ってたらな、ジュニアが、あ背高いやんか、上からな、なんで小籔が A スタジオ出て俺出してくれんのあれちょっと待って、ちょっと待って、脅しやそれは。お前、カツアゲや、こっち来い、金出せ言われてるようなもんやんか。いや、なんかそこはね、みんな思うんですよ。僕らもご飯連れて行ったりしますけど、その、はい、なんですか、その、みんなのツルベーションになるんで、その、なんていうんですか、その、なんか、このジェラシー、そうなんです。ジェラシーは例えば鶴瓶師匠が若手連れて行ったっていう噂聞いたらやっぱ嫌ですもん。やっぱこのあそうなんです、僕らだけの鶴瓶さんになってほしいみたいなあるんですよ。なんかあるんですよ。でお前らとは偶然で、ね、前に M1 の時2位になったやんか、はい、ね、2位になった時に、はい、2位になった年ですね、はい、2位になった年に、はい、ほらあいつうちのマネージャーあいつらおもろかった、そんなに知らん時やんか、はい、あんなおもろいのなんであれ、まあ、1位になった人が悪いわけだよ。結果的に1位がまたすごい出て出らしたやんか、ね、あいつら、はいはい、斉藤さんトレンディすごいトレンディね、はい、でまたそのトレンディが今テレビでも馴染んできたやんか。そうですよね。でも俺は その時にそんなあいつらが悪いとかどうとかじゃなく絶対にまあ言うたら銀シャリやと思ったらトレンディが勢いで取り寄ったわけよ、うんうん、でそっからまた、はい、今テレビ呼んで撮るやん、はい、でもその時にずっと言ってたよ、うちのマネージャーにおかしいと、うん、あれ何やあいつらやであいつらやで言うたらバタッとお前らに会うたやん。そうなんですよ、それもやっぱりPSプイプイ前です、うん、そうそうそう、はい、ほんで俺そんなに知らんねんけど、はい、お前らなって言ってしもたんや。バチクソ怖かったぞ。あのマネージャーから鶴瓶師匠呼んでますって言われて、なんか接点ないし、なんかしたかな、なんかしたかなみたいな、接点なかったんやで、ね、初めてだったんですか、うん、あ、そうです、そうなんですか。ほんでやっぱり2位になってることにまあちょっとまあそこまで本当に落ち込んでるんじゃないかなって思ったから、ちゃんと言うたらないとあかんからと思って、俺別に審査員でもでけへんけど、ちょっと俺は俺で絶対お前らやったっていうのを言うたろうもって言うたんや。でそれでライブにも呼んでいただいて、うん、そうですね、ライブ番組もそう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 なんですよ、うん、そうでですね、はい、そうそうそう、だからそういう意味では縁があんねんって。その次の日に同じように会うてんねんから。そうですね。いや俺看板見て銀シャリって書いてあったからな、はい、いてんのって言うて、で読んだよ。でそっから立て続けに応援する機会やっぱ増えるんですよね。あれそうやな、連れて行っていただいて、あれそうやな、ほんまに。ほんで星野源さんとかもね、鶴瓶師匠が電話して急に、でまた源さんとかとまた繋がってる。ほんと人と人を繋げますね。そうですね。源もめちゃめちゃスターになっていけたな。スーパースターですよ。でまた僕もそのネットで似てるって言われたんですよ。この恩恵を、
それ恩恵受けなかんよ、タイミング良かったですね、受けなかんよ、似てる人にはどんどん受けていかないと、すごい足元ないんだ、誰かに似てるのは、僕あのおでんくんとかそういうキャラクターなんですよ、リリーファンキーさんあとサマーズさん両方とか言われますね、ああ両方サマーズ両方よ、なるほどね、一人サマーズ、あとビビる大木さんもありますし、カンニング竹山さん、あ全部可愛いとね、いじり岡田さんメガネ、そうなんです、メガネ、六角誠治さん、メガネ、全部メガネなんですよ、一人サマーズさんって言われますね、あでも向こうで、まあこちらはねもう言ったら地元やからな、はい、なんかすごい楽しいやろうけども、はい、向こうで行くその緊張感のおもろいよ、だからそれが今刺激的ですごい楽しいですね、楽しいです、だから一発当てに行かなあかんとか思ったら、前も僕言うたけど巨船さんに呼ばれて、はい、ね、はい、ハウマッチっていう番組あったんやけど、はい、さん呼ばれてこっちでやったらこれ、ね、うん、それクイズだ、はあ、ちゃうか、全然雑雑やな、いつも雑なんです、あそうなんです、いつも雑やめてくださ い、ね、いつも雑やめてください、いつも雑で、あの失礼なこと平気で言うんですよ、俺は絶対それ言わないよいや僕も紳士ですよ、鶴瓶師匠と一緒で、そう失礼なこと言いました、一緒だってそんな簡単に、なんかあの一般の方々とお話をするときに何歳に見えますみたいな話をするときにいつもすごく上を言ったりとか、でスタジオでも普通分かってて見積もりの下行くじゃないですか、多分65っぽかったらまあ58ですかとかね言うのエチケットじゃないですか、65っぽい人に68ですかね、ちょい上言うんですよ、でちょっと怒られます毎回ちょい上言う、分かるやんけ、ザコバ師匠にもね70いくつですよねって言ってすごく怒られてますし、そう見えたんですから、それはもう正直じゃないですか、でも70歳や思ったら、ちょっと待って、ちょっと言うたれ、正直がええてなもんやないねん、俺はもうその辺はちゃんと言うよ、俺らも全国の人たちにいくつに見えるって言われんねんから、そうですね、そうですよ、全国歩き回ってあんねんから、歯抜けてんのに歳わかるか、そうなんすよ、分かんないですよね、いやその時は言う、歯抜けてんのに年分からん、そっちの方がまあおもろいやん、まず性別分からないと思いますしね、そうそうそう、性別分からん人、お母さん言うたらお父さんやって言われたそれも無理やし、でお母さんって言っても怒る人いますもんね、そうそうそう、難しいっすね、結婚してんねん私言うて、うん、お母さん、お母さん難しいですね、それでも素人と素人とあの絡むの好きやわ、いやそれ鶴瓶師匠それ感じるんですよ、僕もせっかく仕事するんやったら素人さんと絡んだ時に何かこうなんかこうなんかねご縁やから、うん、ファンにちょっと待って誰や腹になったの今絶対なりましたよねちょっとなんか持ってきたっていやなんかうなぎになんかうなぎでもなんか持ってきたダメになってきましたわこんななったあかんやいやそれなったあかんやなだからそういうなんか雑やでないつもそういうところロケの話してたら普通だからロケで人なんかちょっとでも仲良くなろうと思うじゃないですか鶴瓶師匠のイズムがあるからそしてうなぎはもうパーンってもう仕事もうそのロケで終わったらもう話がだんだん興味なくなっていってる感じ分かるんですよ、まあ、かんでインタビューしてる人正直なんですよ正直正直が言ったらもんやないねなんかくれいっぱい来ましたいっぱいご飯来ましたいただきますでそ の, あの矢野兵頭の兵頭さんも言ってあったんですけど、うん、うなぎ の, その会話の心のなさっていうか、うん、例えばお笑いの話してたら鶴瓶氏こういう風に言っていただいたってなったら、うん、でって質問ってお笑いの話お笑いの話お笑いの話になるじゃないですか、うん、で兵頭さんがうなぎに質問されたんでお笑いの、うん、それ返してたらてか兵頭さんって家族って何でしたっけみたいなそれ関係ない話あ気になっちゃってことはもう聞いてないじゃないですか話をだからうなぎは全く人の話を聞いて今も食べてるじゃないですか全然聞いてない本当に怖いですよ本当に食べるんだと思いましたこれ心ないんですよ本当にロケで何か食べる時も橋本さんがずっとお客さんと話しててずっとうなぎさんを食べてるちゃんとしてんねや、はいうん、今日夜ご飯美味しく食べたいから、うん、ロケ先でのやつちょっと残そうとするそのもうええやん食べてみたいな俺と一緒やわちょっとやっぱり鶴瓶さん夜ご飯の感じは今仕事やからもうええやんみたいな絶対似てるんすよ鶴瓶さんと僕絶対似てるんすってだからなんか買ったから今日はラーメンってあんねんな、はい、ありますありますなんで食わなかった今日気持ちがね気持ちがね気持ちがね俺はお前今日今からお前ちょっと寿司食いに行ってやんねんでって言うんだけどだってもうラーメンの口じゃないですもんねもうだって寿司食いたい買ってラーメンってだからだから向こうの人は喜んでください喜んでくださいいやいや俺な、まあ、うわー言うけどそんな食いたないねんとめちゃくちゃありますあるやろほんまにあります一緒やお前性格ちゃうけど一緒やないや一緒ですでもうなぎの悪い人はそのあとなんかこうちょっとでっかいほくろある人とかいるじゃないですか、うん、あ
それね、あかんで。それね、うなぎ普通人と人喋るとき目見て喋ってるじゃないですか、ロケずっとなんかね、こいつ目線おかしいなと思ったらずっとほくろね最低見て、いやそうほくろ、いやあかんぞっていう、ほくろめっちゃこんな見た、そんな見たあかんぞみたいなあるじゃないですか。ずっとほくろ見ます。ほくろずっと見ますやないか。結構でかい、でかめのほくろやったんですよ。どの辺にあるどの辺に、あのちょっと鼻の横にあるタイプの人いてるじゃないですか。あとコンパでもそういうのあったんですよ。一回コンパ一緒にいた時、その鼻の横にほくろある人で4人ぐらい女性がいらっしゃって、みんなね芸能人誰似てるかみたいな例えてたんですよ、はい、松島奈子さん似てますねとか、竹内結子さんですねみたいな、4人目の方が鼻の横にほくろあって、あのなんかドアノブに似てますねっていう、それ関係ないでしょ、芸能人。いやほんま最低でしょ。どういう話やな。おい、何やそれ、ドアノブ。なんかねちょっと出てたんでドアノブに見えたんですよ。でも言うんすよ。見えたもんはもう言わな仕方、なんか言いたくなるんですよ。あそれよ、似てるな。あ似てるんすよ、やっぱり。言いたくなっちゃう。いや違いますよ、傷つくことは言わないじゃないですか。傷つくことは言わへんがな。いやだからほんまに高校ぐらいで自分なんかクラスのちょっと可愛らしい可愛い子ぶってる子っているじゃないですか、はいはい、でもそれでいいじゃないですか、はい、なんかわーってわざわざ自分なーっつって指さして、自分ほんまぶりっ子かな、俺なんかあんま好きちゃうわって。それは俺絶対言わない。ビンタされた。ビンタされた。はい。もうめちゃくちゃビンタされましたけど。これは高校3年です。3年でもう。結構いい大人ですよ、もう。もう卒業ってなって、なんか今まで言われへんかったこと言おうみたいな。それはみんなありがとうとか、あの時こうやったけど。あと味悪いやとかね。謝りとかね。そう。あの時ああやったけどごめんなさい。いや、なんかそういう、なんかね、僕は。キリンブリック。俺あんま好きちゃうわ、俺あんま好きちゃうわって俺全然お前とちゃうよ。一緒ですよ、全然ちゃうよ、よくできますよ、よくできます。だって一緒って言いましたね今さっきね。気持ちでは、気持ちで気になるよ、ほくろも気になるよ。そうでしょ。でもほくろとかも気になる。だからね、言うたら思ったことない。あれ八方兄さんもむちゃくちゃ赤いよ。え、八方してそんな感じ。いやそんな、あれそういう失礼なんですか。失礼やねん、もう八方兄さんな。ある歌手の人ね、はい、あのノック師匠の息子さんの、はい、あの結婚式の時に、はい、オペラ歌手で有名な方やな、はい、綺麗な方やねんけど、ここにものすごくほらあるんですね、鼻の下に、鼻の下のここをね、はい、ね、穴のところ、ね、で穴のとこに、はい、でまあ俺トイレで帰ってきて座って、八方兄さんにそんな言うてないやつやん、はい、兄さん、あの人ここのほくろなかったら綺麗でしょうねって、これぐらいのトーンで言うと、はい、だからさあそれやがな、今も言うてはったんや、私ここにずっとほくろありますけど皆さん気にせんといてください、それでは歌いますわ。それも、それでは歌いますわ。そんなこと言うの小さい声で、ね、その注釈やめてほしいです、ね、小さい声で、ね、小さい声で俺がね今言うてはったんやな。そうですか。で兄さんトイレ行ったんや、俺上岡さんに、上岡秀太郎さんに、はい、そんなん言わはったんか、ほんで今ここに行ってそんなん言わはりましたって言ったら、そんなん言うたはれへんよ。何の俺一人に何を好きなのそれ。わな仕掛けだ。何のトリックなんですか。何の仕掛けをしてるの。あの人口癖さあそれやがな、今も言うてたんや。言ってない。言ってないのに。何にも言うてない。俺のこと言うたことにすぐ返してくれはるわけだから俺やがな、そんなこと歌う前に言わはんのって思うね。さあそれやがな、さあそれやがな、今も言うてたんやって。いたずらっ子ですか、乗っかる何かが起こりそうだと思ったんでしょうね、そこでね。俺と二人だけよ、それ誰か聞いてて笑うんやったら別やけど、でその結果も聞かんと。そうなんです、結果聞かないです、あいつたち。結果聞かんと、結果聞かんとトイレ行ってんねん。ねエレベーターのとこに飲んだ飲み差しの缶置いてるようなもんやねん。ほんま。そうですね。トイレ流さんと出て行ってるようなもんや。やりっぱなし。やりっぱなしやな。見ないんすよね、あの人現場を。あれ現場見ない。なんでやろ。なんなんすか、もう仕掛けた時点で終わってんすかね。そうやな。終わってんねや。お前やろ。お前もそうやろ。仕掛けた時点で終わって。いたずらをするんですか。いや、いたずらしないです。僕はもう。心がないっすね。言うだけです。言うだけ。言うって終わりです。で、やっぱそんなこと言われた、なんか言われたことないの。私、あの、山広さんが、見ましたっけ？ぷいぷいの司会者の山広さんがご飯に連れてってくれたことがあって、銀シャリさんも水曜日だし私も水曜日だし一緒に呼んでいただいたんですけど、はい、みんなで楽しく喋ってる時に急にすごく大きな声で、豊崎さんってあれっすよね、
下膨れっすよねって言ったんですよ。すごい言いました言いました。言わなくていいじゃないですか。今の流れで説明してる。説明してる。そこは説明してる。みんな分かる。辞書引きゃ分かるんですよ。いや分かるってこれがかこれで別にそんなないやんか。そんなないやんかって思ってたんですけど。自分が気にしてるのにそうやって言って。気にしてんの。気にしてますよ。気にしてたんですね。当たり前でしょ。下膨れって別にいいじゃない。それがいいじゃないですか。下膨れが。引っ張らしで自分はご飯食べるんですよ。で橋本さんとかがお前それは言ったかよみたいなあのフォローをしていくのその人間が結婚しててこっちが結婚してんてどういうことやんないやそれ奥さんも変やからです多分奥さんどんねん奥さんどんねん奥さんそう洗濯物取り込むわ言ってそもそも洗濯物干してなかったりするんですよかわいいじゃないアホでしょアホ同士じゃないいいでしょそんなのストレートがいいむっちゃアホでしょ奥さんストレートがいいんですよやっぱストレート洗濯物ありましたけど全然そう洗濯物取り込むわ言って洗濯物ありますありますねお前もたまたまそういう人と出会ってただけですでもさ、ね、同じタイプの人が一緒に生活ができるんですよだからそれ僕だからそれに対して何も言わないですもんだからそう気にならないだから気にならないですよツッコミがないわけ全然、はい、もう片やってる子がやりっぱなしやみんなボケっぱなしですねやりっぱなしですボケてるつもりにもないねやそう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 一瞬ちょっと躊躇しいなこれは言うたらあかんよでも下膨れが僕悪いと思ってないんですよその相手に対して悪いと思ってないんですよ。その僕的には褒めてるんですよ。まあ褒めてることもないですけど、そのただ描写しただけ。ただその描写しただけなんですよ。ね、目の前にあるものね。描写したらいいやん。だから最初にちゃんとその下膨れがいいと思ってるというのを。俺の友達ってなそんなやつもね。僕はねあの大学祭行ってバーと一緒についてきよったよ、はいはい、ね。ほんでバーと女の子入ってきたよ。自分九州やろ。僕もそんな言うたしますあのねそのデリカシーない人ってねノーモーションで投げてくるんですよ、はい、あの多分あのなんか今日ご挨拶してからもしかしてでご出身で九州やったりします、はいはい、そうですね、なんでですかってなったらなんとかみたいな話になるんですけど自分九州やろ指差して自分九州やろ九州やろ言ってね全然関係ないやつやねこれ自分九州やろって言ったらなんでですかって言う、まあ、そりゃそうでしょ前へ来いもんうわー、はい、僕今最低僕も今思ってたんです顔濃い方って九州多いんでよーさ僕九州ですからねすごく腹立ちます今ああいや九州ですわほんまにやましょやましょでもわかりますその気持ちわかりますそんな九州っぽいないよ ね, でも ね, すごく橋本さんに同情しちゃうんですよこういう時ね絶対うなぎさんはでも憎めないみたいな評価になるんですよ。可愛いって言われるんです。でその時に橋本さんが突っ込んでると可哀想やんかってなる。わかります。だから悪者になってくっていうのも。お前何やそれ。なすっごい橋本のこと分かってんのか。そんだけいろいろ傷ついてるような橋本が、うん、そういうなんか思いながら。分かってます分かってます。分かってない。なんで福島さんそんな思ってくれるんですか。誰かその対その男前のシュッとしたアナウンサーで天然な。はいちょっと待った。もうこうとしょ。ひどい人2つ目の天むす食べてる今話して1個でやんけ天真爛漫じゃないからなそれは自分勝手だからそうだそうでしょこれは、ね、天真爛漫じゃないぞこの天むすはお腹の音を鳴らさんための1天むす1天むすだけや許さもう 2天むすお腹は蓋だよこれは2天むす目はお食事やもう1天むす目だけは蓋したんやその師匠がそう音鳴らんようにということで、ね、音鳴ったら分かんないよ鳴りそうやったんすよ音がほんま2回目の咀嚼終われもう髪終われもう喋るんですよ笑ってるだよだからそういうやつっておんねんいやこれで羨ましいですよ木原言うてね、はい、木原とあのスタッフでおったよね、はい、でええやつやねん好かれんねん、はい、俺も好きやでこいつはね、はい、で木原が来てねあのお前誰担当やねんで今日はあの三輪さんです三輪明さんはははお前みたいな雑なやつな、うん、皆さんお前しくじるで大丈夫か、ね、とほんならちょっと怒ってるなんで僕が雑なんですかお前雑やどこが雑なんですかいやどこが雑かはね、うん、もう長い歴史が言われへんやんか、うん、ほんで雑じゃないですよって出てきよってね、うん、で帰ってきて俺の楽屋よドア開けた時にそれ人のドア開けてね口笛吹いて吐いてくるってお前それや雑話とすぐやっと出てくれたとそれが嬉しい説明面倒したかったそれっていう言い方その雑なことやったことも理解してないねそうですねお前すごいな自覚がないんですねこれなんでそんな自覚ないです、ね、分かるんですかです、ね、この僕の感覚はでもなんかこう人そ
分かれませんか、どっちかにこうフォローする側の人と勝手に好き放題やる、うん、福島さんとか僕とかの粗相はもう大怒られになるでしょ。そうそうなんですよ、だから、ね、見積もり的にちゃんとできそうなやつがなんかミスったら、お前がちゃんとせなあかんやろみたいなこと言われる。こっち側からの意見も聞いてほしい、ただとかないか、こっち側からの意見も聞いてほしいですよ。ほんまそっち側になりたかったんですよ、なれるもんなら。嘘こけ、本当に。いやいや、お前お前さ、お前さ、ただ適当なこと言うなよ。自然に生活してるとこっち側になったんですよ。それは本当ですか。誰のせいやねん。親は何なんですかね。だから僕は親か。親なんすか。親、まあ、うなぎ系ですよね。うなぎ系の。うなぎのセンスだ。花粉。うなぎのセンスだよ。先祖代々ご存にすな、変な苗字だからでしょうね。なんでこの好戦的な目線は。変な苗字だからちょっとずれていくんでしょうね。そんなことはない。いやでもまあこの傷ついてると思うで。いやすんません、ほんますんません、それそんな傷ついてると正直思ってました。いやいや、だからそれを謝られたら余計腹立つね。そうですね。な、はい、いいじゃないですか、別に下膨れでもその。そんな仲間言わんといてよ。上塗りするんですか。豊崎さんが下膨れであっても下膨れって言ったらあかんねん。そんな何回も言ってくださいよ。下膨れってやっぱ言うとね、何回も言ってください。どこが下膨れやねん。豊崎さん下膨れですか。もういいですよ。なんとかなろうとするのよ。下膨れ仕事はしないよ。なるほど。何で言うと、まだ言うとコンビで言いますか。本当に可愛いやんか。可愛いですよ、下膨れ可愛いんですよ。だから下膨れ言わんねん。でもそういうのじゃないです。もうアナウンサー僕が可愛らしいと思うんですよ、豊崎さんのことで。そういうの話してもね、いや何も思わんみたいな。そのアナウンサーになるっていう時点で変な人やみたいな。おい、そういうこと言うんですよ。そういうこと、アナウンサーになるって言ってめっちゃ変な人やから。どういうことやの。もうそんなおかしい。どういうこと言うんじゃん、変な人が。めちゃくちゃ変って、どうそんなの。こんな変な人に言われる。女優さんでもなく、アナウンサーになる、ほんでテレビ出る。いや、意味わからんから、やっぱ変な人やから。そう、すごい偏見、すごい偏見がある。すごいな、思い込みが偏見か。こんな難しい仕事やで。いやいや、だから、そう、すごいなと思うんですよ。だから、まあ、変な人って言い方はちょっとあれやんか。また橋本さん悪もんだから。そんなしてないやんか。こういうこと言うんですよ。そんな言うの。まあ、ちょっと変わってある人やろうなと思いますけど。え、女子アナは変わってんの、みんな。女子アナさん変わってると思います。どう変わってるんですか。どう変わってんの。だって普段生きてきて喋り、え、そのハキハキと喋りたいって思ったことないから。いや、女子アナは別にハキハキと喋りたいから就職活動してるちゃうの。なんでそんなハキハキといろんなお伝えしたい、ちゃんとした腹式で喋りたいと思ったことないですか。今あります、鶴瓶さん、そんなハキハキと腹式で喋りたい。いや、何にもな。ハキハキと腹式で喋りたい。お前も反論せや。そんなことが理由で別にアナウンサー目指してないじゃないですか。アナウンサーほんなん醍醐味なんですか。醍醐味、一番アナウンサーでやっててよかったっていう瞬間なんですか。自分がやっぱ普通に生活しててね、今まではテレビ見る側だったんで。腹立つ、全然聞いてない。いや、醍醐味してきたんですよ。どこでアナウンサーだったのか。私テレビを見て、例えばアナウンサーがなんかオーロラのリポートしてるとか、マラソン走ってリポートしてるとか、そういうのを見て、それをきっかけに自分が行動に移すことが多かったんですよ。私もやってみようとか、行ってみようとか、食べてみようとか、それを人に提供する側に回れるっていうのがめちゃくちゃ楽しいんです。はい、豊崎さんのリポート見て、あれ行きましたとか、あれ美味しかったです、行ってみたんです、テレビ見た後とか言われるのがもうすごくやりがいです。腹式関係ないんけど、はい、関係ない、うん、関係ないん、関係なかったら伝え、はい、伝えたいだけ。腹式でやって、あの北朝鮮のあのアナウンサーやな。はねんのらやほんだほらこんにゃーほんじゃーって。あれも腹式っすもんね。めちゃくちゃ腹式っすもんね。全然ちゃう。あ、そういうことだったんですね。なんか物事を自分なりにこう皆さんに提供したいっていう、誰かが行動するきっかけになった瞬間がすごく嬉しいです。いや、折れてる風味ですよ。もう一個理由があるんです、アナウンサーが。何ですか、女子アナって。言うていいんか、お前。大丈夫っす。お前ちょっと待って、これ、お前うなぎを借りて言うてるやつ。いや、そうです、それは違う。俺は言ってないです、それは。え、なんて言ってた。結局じゃあその腹式のねとか言うじゃないですか、はい、でもやっぱ絶対に自分が可愛い綺麗という自覚はある、それは間違いないと、うん、それはそうじゃないと目指さへんから。これうなぎさんよう言い張りますね。いやいや、それはそれでいい、ね、女子アナブランド。そんなことないと思います。女子アナブランドに憧れてる。そんなハギハギと喋りたくてもさ、そのなれんかった人いっぱいいるよな、多分。技術高くても、うん、技術高くてもなれない人がおんの。多分どんな顔やで。さ、会見でおるとんですよ。でもだって、アナウンサー試験って別にモデルやってますっていう人とか、ミス日本とか、あのミス慶応大学とか、そういう子たちと一緒に受けてるんですよ。勝ったと今おっしゃりたいってことですね。だから顔じゃないってことです。違う、だから顔じゃない。俺じゃない。俺じゃない。俺じゃない。
違う、それし俺じゃないですか、うなぎが。俺そんな言ってない、俺そんな言ってない、そんな言ってない、それに狡猾だ。ちょうどお前どういうことやねん、僕は言ってない、僕は下袋の人がアナウンサーになるべきまだ言ってる、俺じゃない、俺じゃない、全然可愛い、可愛いやん、そういうことやん、絶対可愛いと思ってるっていうのは、それはうなぎ、いや可愛いやん、現に可愛いやん、可愛くないですけど、はい、で、あのあれも多いじゃないですか、女子アナさん、どうなん、絶対思ってますよね、たくさん的に、ね、思ってると思う、思ってないですよ、でそういう感じですよ、思ってないって言うといて心の底で思ってるんですよ、いやだからこいつはね、あまあ何、女優になりたいとったよこいつ、それが多分分かりやすい道なんですよ、せやろ、女優になりたいのに、もう全然漢字も読まれへんしね台本が読めないですから、台本がもうむちゃくちゃよ、物も知らない、でもレポートとかいっぱいしてますよね、でもあれは不思議やね、女優が諦めましたから、もうだからそのだって今あのバッキバキにジム行ってますよね、そうそうそう、だ今もうすごいんや、その腹筋とかジム行ってバッキバキですよね、いや多分バッキバキにジム行ってるんですよ、そうか、細かいとこ、細かいとこ、それ一番大事やん、そういう仕事やね、そういう仕事、バキバキにジム行ってますね、ジム行ってバキバキになってますよね、バキバキになってね、いやそれはあれに出よったよ、なんかねやったかな、ベストボディっていう大会、ね、ベストボディジャパンの出よったよ、そうそうそう、それはでもいいと思うんですよ、言うたら女優さんになりたい、なんか美しい世界華やかに憧れて、うん、もう正直じゃん、で結果女優の仕事し来ないっていうのはそれ結果論なんでいいんですよ、できない、もうできないで分かってそれはいいってことですね、俺はなお前ら漫才漫才師になってんこう、まあまあ、もう漫才師時代がかっこいいかなと思って、はい、それは本当にそうやろ、みんなかっこいいと思ってるから、かっこいいな、そうそう、俺の場合は話し家になったんは、話し家が全員不細工や思ってたんや、で俺みたいなね俺みたいなかっこいい人間が話し家になったらでごっついなるやろ思ってなるほどなるほど、入ったらみんなが不細工や言いよんねん俺に、はい、かっこいいと思ってたんですね、それまでめっちゃかっこいい思ってた俺アジアの隅田さん理論ですね、そのべっぴんさんやと思ってたってことですか、いやでも不細工やられても傷つかへんわけや、それがおもろいなって思ってまうわけ、あ、ブサイクなんか、ブサイクでまたおもろい、ちゃんとそれはすぐ受け入れると案外受け入れられない、面白いなかったんです、ね、おもろそうやんか、鶴瓶師匠ってそのキャーキャー言われてた時代あったんですか、そのちょっとキャー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 キえ何お客さんのの大学生大学 生, え大学生ですか、男多いかったけど、そのパペッポなんかもそうやし、パペッポあのネオネさんとか言ってましたもんね、そうそうそう、うん、それとかあのあれ、ぬかるみの世界、はい、あれやってたってものすごい集まってただけど、お前が言う通りやで、その俺に人気というよりも、はい、なんかやってる番組に対してのなんか俺がやってんだけどね、はい、だからパペッポでもすごいって、パペッポでもうそば通ってもなんかスタッフみたいにお疲れしとーって帰っていくおっさん多かった、キャー言えよと、キャー言えよだけどだけど俺じゃあだけど武道館やってるし大阪城ホールや武道館2回やってる、カリスマっすよ、だからカリスマやで、出ていった瞬間に挨拶だけでキャーってなるで、ほんまやで、はー今その時に見に来てた人はどこ行ってますか、おるわまだ引き続きファンをしてらっしゃる方が多いですよね、殴ったりだよ、すごいだから怖い、どうしたらだから皆さん本当に俺を愛していただきたい、本当に可愛い可愛い言うて、いや正直に気になったことなんです、ほんま正直なんです、いやいやでもさ、お前それ言う自分で言うのおかしいけども、あの鶴瓶話でも速乾するでな、そうですね、本当に今現在キアですよね、いや人気はすごいのは知ってる、幅広いですよ、今の若い子もライブ時代に20代、それは知ってる、それはその人気は知ってるんですよ、その、うん、キャーキャー人気なんですよ、そのアイドル的なアイドル的な人気ってことです、言われたそれはあったで、だからコンサートやってたやから俺、あの言うたら12月もうやめとこうか、なんで恥かかすの、人気あるじゃん、何やお前なんか自分ほらやってきたでしょ、抱かれたいとか、抱かれたいランキング入っていったんすか、いや何何、俺お前今抱かれたい、抱かれたい1位やんな、でしたかね、いやでしたかね、抱かれたい落語家、あそうそう、抱かれたい落語家、髪型落語家第1位、抱かれたい髪型落語家ランキングでしたっけね、そうやで、それはすごいぞ、何なんですかそのランキング、この年で抱かれたい髪型ランキング言えてないけど1位通る人、2位誰なんすか、2位は誰や、知らん、誰ぞ、それはすごいです、フェロモンっていうことでしょ結局、
全落語家、全話し家さんですよ。上方落語家。あ、上方。落語家さんで抱かれたいということですが、結局やっぱ枕が上手ってことなんですよね。あら、おら、うまいな。ありがとうございます。やっと、ありがとうございます。こういうのや。こういうのや。うまい。じゃあ、そいつに見せてもしゃあない。こいつは見せないと。そうですね。2位が八方さんです。八方さん。3位が南光さん。で、4位が雑魚場さんですか。1位やろ、俺。はい。もう、ほんまですわ。ですね、はい、本当ですね。でもカツラのパーセンテージがやっぱすごいですね。実際多いからですそれは。運賃賞もこれ1位ですね。すごいですね。高生さんが8位です。うん、そうやな。うわぁ、どうやで。すいません、なんか、今までの納得が早いですね、さっきから。すごいっす、1位すんごい早いですね。スーカー抱かれたいか。まあまあそれはね、人いろいろある。今の応対おもろかった。鈴鹿抱かれないか。えって言ってました。もう抱かれてたんでしょうね。今更何言われたところで抱かれてたんです。抱かれたよってなったんです。抱かれてないよ。何言ってはんねんよ。この人何言ってはんねんよ。鈴鹿抱かれたいか。この人抱かれ終わった後やった。高速で脳がいっぺん抱かれ終わった。何言ってはんねん。分かってほしいです、この大変さ。大変だと思います。だけどな、こいつにな、こいつにね、なんていうか、ちょっと火つけて、お前横でバーッと仰いでるやんな。火、うん、つけてね、もこってるよ。さっきの女子アナ問題はちょっとそれありました。橋本さんは橋本さんで、私は失礼なこと言われたことないですけど、僕はね、ただなんか、俺モテへんとか、なんか俺も結婚したいとか言う割には、うん、あの好きですって言ってくる女の子みんな美人じゃないから嫌だとか言うんですよ。めんくいな。ちょっと待って、うちのお前、俺うちのファンの子、もともと俺のファンやった子、お前取ったやんけ。取ったっていうか、いや取ったって何もしてないですよ。何もしてないです。もちろん何もしてない。何もしてないけども、ファンとして俺のファンの子で、無学の会来たら、もう橋本さんが言い出して、橋本とずっと行き出したんや。あらな、うん、ただもう面食いですし、もうこういうことじゃないとあかんっていう、その範囲が狭い。例えばどんな顔やねん。どんな。いや、まあなんか橋本潤か。橋本潤さんってブルースリー。長谷川潤。ああ、いいですね。いいですね。いや、それで面食いは許してほしいんですよ。言ったら DNA だってね、僕そのブサイクのまままた後世に語り継ぐわけにいかないじゃないですか。ここで入れとかないと、その美人の遺伝子を。そうです、そうです。どんな、どんな、そんな無理やんか、そんなもん。橋本潤はね、もう結婚しちゃったのか。いや、だからそのこういう関係広いから、もしかしたらここで紹介してるかもしれない。トンサキさんはやっぱそのなんていうんですか、その急に審査員。いや、綺麗可愛らしいですけど。トンサキさん今何歳なんですか。28です。28、もう今めっちゃ結婚したいですよね。なんすかその決めつけは。デリカシーないな。デリカシーしなくてもいいよ。デリカシーまだいいよ。しゃべらないですか。お前なんやそのデリカシー。いや、でも豊崎さん本当顔本当良くなったよね。いやデビュー当時って、デビュー当時っていうか、アナウンサー成り立ての頃知ってるんですけど。いや、昔ブサイクやったよから、そんなんおないって。いや、油取り紙みたいな顔しました。油取り紙みたいな顔しました。油取り紙みたいな顔しました。用事やった。だいぶ仕上がったと思います。仕上がったって。油取り紙みたいな顔って何。めちゃ上からじゃない。お前、どんなんやねん。どんなんや。可愛らしい人がいいですね、僕はね。可愛い人、優香みたいな顔。あ、そう、優香さんいいっすね。あと宮崎葵さんとか。あ、ガッキーとかね。宮崎葵さんみたいな。やめてあげて。それは悪いです。やめてあげて。それはお前もな、ちょっとずつが悪いです。なんか太陽がなかった。ちょっと、ちょっと、ちょっと。宮崎葵さんに対して、今のは、そんな宮崎葵さん。もう言うなよ、しばんくれ。女同士が。違うって。やめてあげて、ほんとに。今のは系統絶対一緒やと思ったから。ごめんなさい。これ結婚はしないとダメやね。したいですけど。ほんまに。師匠、師匠何歳ですか結婚して。22やん。あ、もうめっちゃ早かったんですね。そうそう、どう、あれでしたっけ、大学のですよね。うなぎさんも高校の同級生。そうです、僕も同級生で。そんなデリカシーない同士が結婚用したんやな。
まだまあ多分向こうもデリカシーないと思うんで。子供やった、子供やったよね。そうですね、うん、もうそれがうまいこと言ってんねや。言ってます。子供できた。いや、今作ってる最中です。はい、パン屋さんみたいな、そのなんですか、ね、家庭菜園か。どっちもデリカシーないからでけへんかも分からんね。うんな、こんばんいっぱい行こうかみたいな。いっぱい行こうか、いっぱい行こうかって感じです。うなぎさんが大体遅く帰ってきてても奥さんもお酒好きなんで、もう寝てはるみたいな、ね、ベロベロに飲んで、ベロベロでソファーで寝てますね。これもって言うと怒られるんですよ。そうなんですよ。寝室がもう酒臭いですから、もうすごい匂いしますから。ストロングすごい楽しそう。いやいや、それはそれは絶対楽しくないですよ。それでも僕別に文句言わないですからね。そんなめっちゃ飲んでるやんって言わないですからね、別に。ラフな感じで、ラフな感じです、ね、いいですね、はい、いやー信じられない、絶対嫌みたいな顔してます。それは結婚できないですよ、そんなこと言ってたら。できるわ、ね、できるわ、できますよ。許さないダメなんですよ、そういうなんかいろいろ言われることも、まあ、そこはまあそうやね。そうですよね、我慢ですよね、結婚は我慢ですから、そのいろいろもう我慢ですか。いや我慢っていうか、そのちょっとしたことにイラついてたらもうダメですよね、師匠。あ、まあまあ、それ全然全然めちゃくちゃ喧嘩なるんで。全然そんな思えへんわ俺は。うん、僕も言わないですよ。あ、一緒、それは一緒やな。だからスベショー、よう似てるんですよ。いや似てない、絶対似てない、そっくりなんですよ。それは絶対似てないって、絶対似てないな。似てないです。だってベースに優しさがあるの。そうです、スベショーそこなんです。優しいです、僕らめちゃくちゃ優しいです。言わないですもん、そういうの。だから怒らないですもん。お前言うてねえか。さあ、下ぶくれって言ってた。お前言うな。言わないでくださいよ。なんでお前言うことあんねん。あの、今渋谷さんからネタも用意していただいてますという。それでやってもらう。大丈夫で、大丈夫ですかね。あります、全然。そんなやってくれ、楽しんでいただけるんで。ちょっとあの、なんか嫌なやつという感じでみんな見てくださいね。そうそうそう、イメージタウンのまま、どんなやつで見ていいか分からないですけどね。とにかくやってくれ。はい、わかりました、お願いします。何やマイクも用意しておりますんでね。はい、ちょっとね、はい、ちょいとしたやつ立ち上がっていただいて、でもこれ見れるで、まあさ、ラジオやからってなもんやけど、このそばでね、敵に回してるから、その車両見れるとはね。そうですね、向こう行ったんだよ。そうですね、はい、お客さんの環境としては良くないですね。おいおい、あの、喜びたい、入ってくれ。喜びたい、はい、では女性陣お願いします。喜びたい、賑やかになりますんで、ね、喜びたい、華やかになりますんで、見るときは見ない、ね、はい、ああ、そう、ありがとうございます。はい、そう、女子がいっぱいになりますね。いや、これなんか照れますね、なんか改めて恥ずかしいですね。やっぱこういう時にこのなんか歌手やったらいいなとか思いますよね。そのやっぱ歌を伝えるじゃないですか、ガッとこう、ね、お笑いがこうなかなかお伝えできる、ね、やってますから過去に、ね、ありがとうございます。やっていただきます、はい、銀シャリのお二人です、どうぞ。どうも銀シャリです、お願いします。お願いしますね。最近ね、あの、ちょっと料理にハマってる、ね、あ、料理ね、いいですね。仕事ばっかりしててもあれですからね、料理するのいいじゃないですかね。得意料理はハンバーグや。なんでハンバーグな、わざわざ。まあ、男の料理ったらハンバーグやろ。そうですかね、これハンバーグ、うん、リンドバーグ、ウーピーゴールドバーグ、これが世界三大バーグやもんな、うん、聞いたことないわそれお前。スピルバーグ漏れたんかよ、ほんで。何その謎のバーグ選考基準。有名やんけお前、有名やんけ、あらへんかなそれ。ていうかな、そもそもな、俺カレーを作るのが好きで料理にハマってた。カレーきっかけで料理にハマったの。そこでやん、今得意なハンバーグ、もともと得意なカレーライス、これをドッキングしたハンバーグカレーライス、略してハンライスが完成した。略し方おかしいやろお前。カロリーが激減したぞお前。おかしいよ、バーグカリーとかでええやん。カリーって言うなお前。カリーカリーすなよお前。って言うな。今日は特別にな、ハンライス作り方を教えて。作り方をぜひ教えてほしいです、うん、それまず玉ねぎをコッパみじん切りにします。爆破してんのかそれは。なんでコッパやねん。みじん切りでええから細かくや、細かくね。ほんでから火を強火にして、火を強火にして、玉ねぎがキツネになるまで炒める。永遠にならんぞお前。玉ねぎがキツネには永遠にならんぞ。なんでや。それやったら玉ねぎがキツネ色になるまで炒める。そうそうそう、フォックスブラウンかっこいいな言い方お前。なるまで炒める。あと J ガイも N ジンも、なんで急にイニシャルトークしだすねお前。教えたんやったらちゃんとイニシャルじゃなくて J ガイも飛んでジャガイモやろ。うん、楽しいやんか。N ジンは人参やろ、すぐ分かるやんか。楽しいやん、楽しいやんか、何が。それがエンターテインメントやろ。テインメントっていうのやめてくれん。それ雰囲気のことは雰囲気って言うやん。体育のことは体育って言うやん。いいや、楽しいやん、やらへんね。あと Z キーに、ズッキーニね。おー、すごいな、すぐ分かるよそれ。ほな、N スナスね。あ、早い。いや、本来の文字数こういうのやめてくれんやん、伏せることによって。 N スはもうナスより文字数増えてるやんか。そっからね、水を入れて、水を入れて沸騰させんね。で、ここで大事になってくるのが味の調整。味の調整大事ですね。胡椒少々、お塩塩塩、お塩塩塩ってなんなんそれ。ブースカみたいなやつ。お塩塩って何なんなんそれ。胡椒少々サウンドでお塩塩塩って。ほんでここでや、カルーのレーを投入します。いや、カレーのルーやお前、むちゃくちゃやないか。もうええわ、どうも。あ、じゃあ。
そんな感じで、はい、喜びたいの皆さん、ありがとうございます、ね、喜びたいの皆さん、ありがとうございました。あの豊崎が、ね、いつもえらい笑ってるのちょっと怒ってましたから、ね、ちょっと怒ってましたね。ちょっと変なミスり方やめてくださいよ。今日はちょっと心なしか心から笑えなかったです。これも心なしか心なんすか、ね、楽しい、はい、楽しい分かってるやろ。好きやねんな、豊崎さん好きやから言ってそう。僕めっちゃ好きなんですよ、豊崎アナ。豊崎アナって言わないで、いちいち豊崎アナは NS で一番僕可愛いと思ってますもん。それはかえって失礼ですよ。ほんまですか。あのいっぱいいるからうちも。あ、ほんまですか。はい、他のアナウンサー知らないやろ。MBS です。はい、どんなアナウンサー。僕でもあんま正直知らないですよ。じゃあなぜ一応なぜ比べたの。トップ3には入ります、絶対。誰や誰。あと2人。適当に言うんですいつも。いい加減でしょ。いやでも綺麗とはして、なんかその 等身大ですね。等身大っていうかそのほら本人なんだから等身大でしょそれ。リアルの綺麗な人みたいな。リアルの綺麗な人。なるほど。なんでわかんない。いや多分嘘みたいに綺麗とかじゃなくて、その生々しい感じ。生々しい綺麗な人、お前の中で嘘みたいな綺麗な人誰やねん。それはもう女優さんとか、ね、広末涼子さん、ガッキーさんとか、その辺はもう嘘みたいに綺麗な人じゃないですか。その実際お会いすると本当にこんな人がいるのか。誰に会ったことあんねん。井上真央さんとか、エイクラナーさんとか、話し合った時に、うん、長身で嘘みたいな長身なんですよ。だから豊崎アナはその生々しい美人なんですよ。もういいんじゃない。もういいんだよ、ね、生々しい言って、もう家連れて帰るで。ほんまにお母さんもお父さんみたいなとこや。親しみやすいってことだよね。親しみやすい美人さん、もう言わんでええねや、はい、スナック美人っていうかね、はい、スナック美人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 、悪いことやるよね。マリリンはどうやね。マリリンは綺麗です、綺麗です、ほんま綺麗です。何やつか誰やねん。一番適当。いやいやいや、そのテンションを知ってるんで、その言うたら、うん、ちゃんとおしとやかにしてたらもっと綺麗と思います。いやいやいや、どうしよう。ハイテンションじゃないから、うん、すごい、うん、明るいですからね。明るいってので、なんかそういう風には見えないです。お前騙されやすいな、うん、もうちょっと喜んでるやん。そうなんです、私苛立たないタイプなんで。褒められると嬉しい。ものすごい喜んでるやん。ものすごい喜んでるやん。いやでもこいつら分かったやろな。うん、いやいや、僕はいいやつです。いや僕橋本さんちょっと分かんなくなってきました。マジですか。本当分かんないですよ。橋本さんずっと糸引いてるような感じだな。はい、2人とも悪いやつだってことがよく分かりました。いやいや、本当にそれは本当に仕事できひんで一緒にな。まあお二人の性格なんとなく分かったところで、お二人そろそろお時間だそうです。お忙しいですね。どこ行くねっていうの。またあのあれですね、南部の方で劇場ですね。はい、漫才劇場で出んねん。今から収録なの。出番です。普通の通常出番です。公演です。通常出番にこんな時間からあるんです。夜公演ですね。土曜日なので。あ、土曜日ちゃいますね。すいません。全然違う。土曜日で。まあ、収録ありがとうございました。はい、すいません、なんかありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。またお願いします。銀シャリでした。ありがとうございました。悪口を。そうですね。いや、ちょっとまた。それだけやめてくださいよ。それだけやってください。橋本さんが意外といい人じゃないかもしれない。ちょっと疑問が残ったままでしたね。そうや、俺のファン取り寄ったからな。そうですね。それが一番大きい。その取り寄ったから、その言い方をちょっと考えてください。はい、その何も手出したら滞在です。そういうことじゃないです。さて、ここで一つ番組の告知をさせていただきたいと思います。先日行われました MBS アナウンサーの朗読イベント、MBS アナウンサー琴の葉物語の世界2017というイベントがありまして、はいはい、お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。あの福島アナウンサーと私も参加しまして、はい、出ておりまして、はい、まあ、朗読会というのが、はい、ありまして、福島さんはあのお殿様の役でものすごく受けてたんですよ、お客さんに。めっちゃ似合いそう。似合ってましたよ。西さんと一緒にね、はいはい、でその内容の一部をですね、ラジオの特別番組で放送します。松井愛アナウンサーと私豊崎が親子の役を朗読しました。ママがお化けになっちゃったという作品、はい、これあのママが亡くなってお化けになっちゃったところから始まる絵本でして、うん、有名な絵本ですよね。そうですそうです、うん、はい、ママがお化けになっちゃった。違う違う、ママがあの誰やの、松井愛アナウンサーです。そうですね、はい、そんなんやな。そうですよ、はい、本当にママですからね、松井愛さん、うん、はい、で私が男の子の役をしてたんですけど、うん、その作品ですとか絵本作家の長谷川義文さんが朗読されましたへっこき嫁どんなど、朗読作品もいくつかはそのままお聞きいただこうと思っています、はい、3月25日土曜日3時45分から5時8分までの番組です、はい、ぜひお聞きください。
全編を流すわけではなく一部だけをこう編集して放送するという形なんですが、その福ちゃんのやつは流れるんですか？はい、私が出たやつは流れません。え、はい、ちょっとあのいろいろあの出版社さんとかの都合で、あの決めさせていただいてますので、3本読んだんですが1本も流れません。すみません、たまたまなんです。でも豊崎アナが出てますので、ぜひ聞いてください。誰が決めはったん？誰が決めはったん？多分会社のちゃんとした偉い人だと思うんですけど、まあね、判断間違いないのやろ。連絡をね、いただかないといけないので、ね、放送用の、はい、その関係です。いじけちゃいましたかね。ちょっとちゃった。いや全然つじめてない。そういうことだそうですよ。いやいやね、あの、まあ、今日は銀シャリ来ましたから ね、 おもろかったですね。面白かったですね。キング仕事お疲れ様です。いつもヤンタンだけは聞いております。この前新人と飲みに行きました。その場で盛り上がったのは同期が仕事でミスをするとホッとするということでした、うん、新人なのでやはり同期が気になるみたいですが、自分がミスした時同じ同期もミスしたら安心するそうです、うん、自分も若い時そうやったなと思いつつ、一応若いもんに他人がミスした時はどれだけ自分がカバーできるかやでと言っておきました。鶴瓶さんも若い頃ライバルの動向は気になりましたか？そもそも誰がライバルでしたか？ライバルっていうのはね、そんなにないですね、僕らは、うん、そうですか。そう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 、まあ、みんな仲間という仲間っていうか、まあ、同期があのライバルっていうや、まあ、同期がね、はいはい、あれやけど同期はもうむちゃくちゃやからね、同期が、同期みんなむちゃくちゃです。あ、はい、一人は捕まり、一人も捕まり、本当のむちゃくちゃですね。3人捕まりで、あとは文福、人福、フクロウ、はい、俺ですからね。仲いいですよ、みんな仲いいんですね、はいはい、それじゃあまた来週。